はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。なんか今左で誰か旅立ってったけど、アストラのね直剣を手に入れたので、このまま、先へ進んでいきたいと思います。とはいえ協力武器をね持ってるとはいえね、別に余裕じゃないんで。攻撃は強くなったけど、食らうときは別に食らうんで、普通に防具変わってないから一発で倒せんね。これ楽だな。敵は全部処理していこう。よし、じゃあここの敵は排除したので先へ進んでいきましょう。まっすぐ行ったところのアイテムは取ったので中っすね。あ、ネズミみてえなのがいるんだ。そうそうそう、あれ当たらん。なんかついていて、やばい、毒毒毒、やばい毒毒、やばい毒になった、毒になった、待って、ソウルになってる、ソウルになってる。え、毒ってさ治るのめっちゃ遅いんだよね。毒消しそうみたいなのはあるんだけど、これもう死体がねこうやって転がるからね。気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんだよね。いや戻って、でも回復してる余裕はないからな、進んでいくしかない。盾を構えながら進んでいこう。開くっけこれ。あ、どっかからのショートカットだった気がする。こちらから開かない。そう、先へ進んで、びっくりした。勇気の予感って、死ぬ死ぬ死ぬ、頑張れよ。これ評価ってどうやってすんの？なんかできたよね。これ押して、どうすんだろう。わかんないわ。わかんないからいいや。いや、これ毒まだ半分も回復してないよ。で、こっからはね、マジで一体ずつ冷静に対処していく。弓矢があればね、弓プスってやって敵をおびき寄せられるんだけど、一定のね、範囲内まで入らないと。まあ、基本一発だな、やっぱり。アストラの直剣強い。で、こっからこう来たんだから、ちょっと脇道へ行きましょう。いったー！待って、狭いところは嫌だ。死ぬ。毒やばい、マジで。これ後ろにいたんだな、俺みたいなやつ、完全にカモだな。来た。一体ずつ確実に倒す。回復は早めにしとこう。集中砲火食らうか。これさ、多分火のあれだ、爆発するやつだ。これ入ったところとか危険なんで、一回なんか入って出る。敵がいるかどうか、いない。もう上手い人は本当にね、配置覚えてるんで、敵の向こうにアイテムっぽいのが今チラッと見えたね。チラッと、そういうの罠なんだよね。罠っていうかさ、あ、ぶら下がってるのは見えるわ、これ。ほら、もう戦闘必勝。エストビンを回復した。うわ、いるあれ、これやっぱダメージカット率 100% じゃないな。わかる、これダメージ食らう。ちょっとカット率が、要はカット率なんで、これね、多分メニュー開いてる間も確か食らうんだよね。あ、外しちゃった。物理、あ、ダメージカット率 88% カットだから、100のダメージだったら88になるってことだよね。ゴミクズなんだっけ。本当に何も役立たないんだっけ。で、上も行こう。ちょっと待って、エストビンで回復したい。もう毒は治ったか。すごい、エストビンが3個しかないんだけど。敵をね倒していくとね、経験値は溜まっていくからね。1027、レベルアップはこまめにしたいよね。すぐソウル失うから、結局。で、これあっち側、さっき出てきたところだな。
人間性。あれもうちょっとなんかいろいろなかったっけ。でこれジャンピングで向こうに行けるよね。ジャンピングってやっぱダッシュしてからじゃないとダメなのか。×ボタンダッシュちょっとやりづらいな。だモンハンとかに慣れちゃったからね。モンハンはもうなんか R ボタンとかがダッシュじゃないですか。モンハン仕様にした方がいいのかな。でローリングは中ローリングもね微妙っちゃ微妙なんだけど、もうそこまで気にしてらんないからね。一番重いローリングじゃなければとりあえずやった。ほんとドッスンじゃなければこいつ。待って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 、おりゃ敵はいない。あの攻撃でなんかこうやって破壊していってもいいんですけど、たまにね人間が出てくるんですよ、その NPC キャラが。で攻撃で破壊していくと人間に攻撃して敵対しちゃうんで、できればこうローリングでちょっと樽とかは破壊していく感じにしましょう。あれこれ上いけない、ジャンプ、あいけねえわ。多分上から降りてくるのかな。で霧はねなんか新しい地帯なんで、まあ、霧をくぐって、これは別にボスとかじゃないはず、普通に先へ進むっていうだけで。アイテムがあるね、ソウル。ここにちょっとローリングで壊していこう。なんか出てくる、出ては来ない。上に行きましょう、盾を構えながら。どちら、あードラゴンがいるね、飛んでった。なんか怖い予感がする。その前にちょっとこっちへ、あっちに行けるんで、ここ多分死んだ人がいるな。向こう行こうって思って多分死んだんだなそのまんま落っこって見えた今あ違う、そのままジャンプして横の方に落っこってた。あああぶねえ、ああやってしまったあの人と同じバトルじゃん。わかる、わかるわ、さっきの人そうなるよベルカの試験。え、ここまで戻されんの、マジで。死んだ直前とかじゃなくいっけ。わあ、ちょっと行かないと。じゃあまた骸骨とか相手にしないといけないからね。ソウル回収したいよ、1000いくつ。こいつはまた復活するから、ちょっとここは倒さないといけない。ちょ待って、なんかすげえモンハン仕様の方がやりやすいかもしんないな。ボタン配置だけちょっともう一回見直してこようかな。ちょっと安全なとこまで行って、でボタンをすぐ変えるとねまた慣れずに終わるからね。押せる、こいつ来てんじゃねえかよ。こいつだけ排除しよう、無駄だ。よし、ちょっとねボタン配置を変えてみました。R1 をちょっとダッシュボタンにして、そのままジャンプ、これダッシュはやりやすいモンハン仕様、割とモンハン仕様にしてみましたんで、これで、進んでいきましょう。回収、ちょもうジャンプしていく、もう一回チャレンジ。あれどっちどっちどっち、なんか向きおかしくなっちゃった。こうかと、あはははこういう操作だよな。もうこういう操作から慣れないといけないんだよね。熟練者のさ、ダークソウルのさ動画見たけどさ、無理だよ、どうやっていくの超うまいんだよね。もうすげえ細いとことかさ落ちずにさ常にダッシュでいくからね。もうさ、ジャンプポイントが分かんない、暗くて足元が。でいけるはず、絶対いける。向こうにメッセージあるもんだって。え、ちょっと足りない、重量が重すぎる。そういうことあるな、それがあるな。一回ちょっと外そう、軽くなった。え、いけねえ、マジで。スーパージャンプ、ローリングスーパージャンプみたいなのあったっけ
ローリングでいけるとかないよね、だって。ちょちょ、ジャンプになっちゃうもん。いやー、いけねえわ。なんでだ？諦めるか。ちょ、わかんない。もう一回、アストラの直剣。なんか最初俺、アトラスの直剣とか言ってたよね。盾こっちにしよう。大丈夫だよね。かっこいい。超かっこいい、この盾。ブルーシールドだ。ちょ、見えない。あ、そう。ダッシュはね、あれにしたいんだけど、ローリングはね、普通に×にしたいんだよね。それはできないのかな。あ、もう、ダッシュ、ローリング、バックステップが全部一緒だ。無理だ。重っ！あれ？いや、これでも中ローリングか？え、これ重くないか？盾変えよう。もう一回。ちょっと待ってね。こうか。あ、変わんね？変わんないね。勘違いだった。さっき何にも装備してないときは、角やかローリングだったけど。これなんか、罠があったよね。ほら、ちょっと待ってね。弓矢が飛んでくる。あいつ超うざいな。ちょ、待って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 。これさ、これさ、本当に一回食らうとさ、めっちゃ食らうからな。あの弓兵本当に排除したけど、先にこっちもね、行きたいんだよね、横道。2体来るか、2体同時とかね、なるべくやんない方がいいんだよね。ここチャンス。ちょこちょい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 、待って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 。こいつにターゲッティングしよう。攻撃してきた時が狙い目だけど、蹴るか。あれ、蹴りが出ない。後ろに回り込んで、切れないスタミナがなくなる。こんなやつになんでこんな苦戦しなきゃいけないの、一般兵に。弓が本当あれだな、うざいな。うわ、ちょっと待って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 、ローリングだけ。まだボタン配置になれないんだけど。両手振り、のけぞり、もうゴリ押していこう。ゴリ押し、ゴリ押し。ほら、なんかアイテム落とした。いいな、腰巻きか。なんかいらない気がする。この下に行けるから。あれ、あ、いけるいける。箱があったのか。右に注意。え、こいつか。よいしょ。あ、やっぱ R ローリングがまだ慣れないな。これ相当時間かかりそうだな、慣れるまで。どうしよう。ボタン配置かといって戻しちゃう。これどっち、あれ、どっちだ。こっちもあった気がするんだよな。いや、中ローリングはきついよ。人がいるんで。ここだ。はい、話しかける。お、あんたまともだな。だったらお客様だ。ソウルと交換だ。いいもの揃えてるぜ。アイテム買う。あ、投げナイフとか。あ、修理。あ、そうだね、耐久力みたいなのあったからね。火炎壺、ロイドの護符、干からびた指、十分注意して使用すること。なんだっけこれ。助言漏石。あ、これであれがかけんのか。え、1回ってこと？ 1 回で1個なくなるってこと？え、そういうこと？民家の鍵、これ買っておこう。これ1個でいいでしょう。かがり火で自由にアイテムを出し入れできる。この中必要そうだよね。あと修理箱も欲しいな。ダガー、ショートソード、シミタ、レイピア、ハンドアックス。ここら辺はなんか初期武器だね。だ、ショート棒が欲しいんだよね。弓はあっていいから。ヒーターシールドとか結構性能良さそうな気がする。ダメージカット率物理 100% だもんね。
戦士の円盤とか 85% だから、円盤っていうか円盾レザーシールドとかもね 100% カットできないからね。弓矢ちょ金が足りないね。てか俺さ、前田リー鎧、そう元が聖職者だから鎧が何なのこれ。あ、衣とか手袋とかズボンだよね。あ、指輪、死んだ時何も失わず壊れる、これもさすがに取っておこうなんか人が来てるちょっと警戒してたね。これ別のにしとこう。人間性ダークリング、ダークリングはねもうそのまま即死できてデスルーラーできるってことっすね。漆黒の黒水晶がよくわかんないんだよな。望遠鏡とか使わないでしょ。一応火炎壺にしとこう、なんとなく。でちょっとこっちから行きましょう。これ下に降りられんね。どこに繋がってんのこれ。あ、なんかすっげーいる。これ絶対爆発するでしょ。ほら、なんかちょ待って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 、防御力が弱いんだよ。中から来そうだな。ここへ死んでる人がいる。やっぱ戦士系でね基本脳筋で行きたいんで、まあ、魔法とかもね面白そうではあるんだけど扱いが難しいんだよね多分。投げナイフ、この先ジャンプあり。あ、こっからジャンプしろってことか、さっきのところ。そう、こういうメッセージすげえ助かるよ。この先ジャンプあり、同じかな両方とも。ジャンプが有効そうだね。なるほど、あー楽ちんだ。ちょっと待って、武器か、防具構えとかないと。でこれは火炎壺みたいなやつだから、バツをねあれにしちゃってんだよね、両手持ちの切り替え。あれで結局終わり。あ、で戻ってくるってことね、ここに。そういうことね。商人のところはちょっとまた行くんで、金を貯めてソウルね。修理箱みたいなの欲しいね。あれ、この中とかって何？なんかあったっけ？開く。何にもない。まあ、選手の爪状みたいなとこなんだろうな。ウッドシールド。あれ、これさ、いらなくなったやつとかって、あいつで売れんだっけ？どうすんだっけ？まあいいや、先進んでいこう。こっちになんか、かがり火があるはず。おいね、ここ拠点にしよう。バーンファイヤーリット、レベルアップはできないよねさすがに。371しかないから。でこれは、あ、そうそうそう、あそこにはしごが見えますかね。なんか上行った時にはしごを下ろすとここにすぐ戻ってこれるっていう。ダッシュはやりやすくなったけどジャンプがやりづらくなったなって、ね、敵復活するんでかがり火のところに行くと一体ずつおびき寄せて確実に倒そう。ほい、なんか落とした、落としたね。腰巻きばっかだな。ちょっとねアイテムやっぱり火炎壺じゃなくて投げナイフにしとこう。投げナイフにセット、これで遠距離攻撃していこう。弓矢はないけど先手必勝、よし、オッケー。あいつにも気づかれてんな。来るか、先手必勝、やられる前にやる。メッセージ読んでく、せっかくだから。さて書いてあった、兵士が必要、よくわかんねえ。うわ、投げてくるやつがいる。あいつか、しまった余計なこと、余計なアングルにしたら死んでしまった悲しいよなこれ本当にこんな近くに回収ゾーンがある、これ助かるんだよね、すぐ回収できるから。ちょっと待って、こういう時もね容赦なく襲ってくるから。ちょい待て、あー、やっぱ R 攻撃に戻した方がいいかな。ごめんね、なんかちょっともう一回矢が刺さってる。バーンファイアリット、
うん、やっぱローリング重視だな。ローリングがやりやすいボタンにあった方がいい。ちょっとこれのダッシュは慣れよう、もう慣れしかない、やっぱ慣れだ。で攻撃はやっぱね R でやっちゃうからこっちで行こう。やっぱ初期配置が一番いいよ。そういう風にできてるよ。ほい。で近づいて後ろからね致命の一撃とか食らわしたいんだけど、待って、危ない、下言わされる。お、カブト、カブトかぶる。あ、来てる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 。いっちゃう、後ろからガチったよ。上だな、あいつにターゲットをロックして投げナイフで処理したいんだけど、どっちだ、あっちか。合わないね。でもうほんとやだこれ。一回エストビン飲んじゃおう。あ、そうそうそう、エストビンのね回復量もね、弓必要だな。生きながら買うか、やっぱ弓必要、買う、弓買ってきます。弓を買ったんだけどね、矢がねタリスマンとかいらんわ。ショート棒にして、何が足りないの。器用さ、うわ器用さだ器用さっていうか、なんていうと技量12必要なのかよ。あと2レベル上げないとダメじゃん。いやでも十分な性能を発揮できないわけで、使えないわけじゃないから、使えない、どういうこと、オーノーみたいな使えないの、マジかよ。じゃあなんかタリスマンにしとこう。回復一回使ってみよう。こんなん戦闘中にさやってらんないよね絶対死ぬし。ここ駆け抜ける、駆け抜けてこの中に入ろう。中に入れば大丈夫だよ。いっぱい来た。おい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 、武器を振り回す余裕がない。もうゴリ押すしかない。ほら、でこういう時に回復すればいいんだ。意外に役立つ、安全地帯で回復する分には役立つね。こちらからは開かない。なんかどっからどうすんだっけ。民家の鍵をどっかから買ったから、どっかが開けられる。敵だけは気をつけよう。大丈夫、宝箱、黒い火炎壺、いいね。最初の贈り物でもありましたね、黒い火炎壺。それは割とね序盤で手に入るんで。入るー、武器の耐久値とか大丈夫かな。なんか最初の方はあんまり気にしなくていいけど、耐久値が下がってきたってなったら俺も武器持ってないよ。民家民家、ちょっと民家を漁りたいんだけど、どこだ。これは単純にこちら側から開かないだけだから、ここの民家じゃないか。もうちょっと先、民家の鍵を使うところがあったと思うんだけど、あの火炎壺投げてくるやつってどっから来てた。いっぱいいるよ、これちょっと1人ずつだな。やっぱり処理は1人ずつ、それが一番確実。一体おびき寄せて倒す、一体ずつ一体ずつ。おら、でこっちから先に行こう。後ろ吹いてる、ここ入るよね。くらえ、投げナイフ、おらっか、稼いで。投げナイフ直線だからね。
投げなくて安かったよね。アイテムもね、やっぱ使っていかないと。この距離で火炎壺投げてくるのか。お、火炎壺ゲット。アイテムを回収。ソウル。で、大体処理したか。こういうね、屋根もね、もう滑ると落ちるからね、普通に。で、ここが開けられるのか。お、いいね、民家の鍵。ただ、盾を構えて。常に盾を構えていかないと。怖いからな、いきなり攻撃してくるからね。考えた人すごいよね、やっぱこういうさ、マップかなり広いからね、全体マップ作るの大変だろうな。敵がいるな、ここからあれ投げらんないかな。黄金、これなんていうの、松し序盤ではだいぶ役に立つんだよね。あいつどっか行っちゃったよ。これ向こう行ける？こっから向こう行けるね。多分降りられるわ。よし。で、本当だったらこっちから来るのかな？いや、これはあれだ。黒騎士がいる。これちょっとやばいとこだ。いや、やべやべやべ。いっぱい来た。なるべく。ほら。いいね。死体は去る。猛者兵ってさ、強いの？今の俺よりは強い？ゴリ押す、これは。あれ、また生きてる。しまったー。ちょ、待って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 。どんだけだよ。ちょっと投げナイフにしてしまった。結構テンパるんだよね、俺。落ち着くのがね、やっぱり、必要なんだけど、もう俺みたいにカス、いって、もうどっから撃ってくんだよ。頑張れよ。しおりっとこう。ほら、エストビン飲もうとしてた今。あ、こういう時は回復がいいね。1086か、1レベル上げられんな。こういうこっちの方とか、しゃがめるんだっけ。特にしゃがめない。あとは大丈夫か。こっちだね。え、今なんかいた？あ、何？あ、死体か。びっくりした。すごい罠に注意。あ、これ？うわっちぇ。もう注意って言われてもさ、無理だよ。もう半分減ってるよね。で、これはどうすんの？上に行くの？それとも、こっちに行くの？げ、万能鍵使っちったよ。勝手に使うんだ。もうよかったかな、別に。万能鍵とかもうないよね。なんか使っちゃったけど、あ、鍵か。アイテム、アイテム。で、あれ？万能鍵ってこれ、うん、違う。1個って書いてある、あと。え、これでもさ、やばくない？だってこういうとこ行くの。これ多分やばいよね。あ、これやばいとこだ。下に超強いやつがいる、多分。無理だ、無理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 。それ危ないことはしない。でも、この装備はさ、危ないことして手に入れたやつだけど。で、こっから来て、上に行けってことだ。一回ちょっと回復しとこう。ラーメン。OK。本当だったね、こういうとこもずっとダッシュでね、駆け抜けたいんだけど。これ割れたよね、割れるやつだよね。あ、違った、全然違ったわ。なんかトカゲみたいなのがいた気がするんだけど、俺の気のせいかな。で、ここはもうボス。ほら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 、あれ倒せない。これ逃げちゃうんだよね。これ結晶をね、落としてくれるんだけど、当たんないんだけど。ちょ、待って、マジで当たんないんだけど、メタルスライムみたいだな。けどなんかリロードすればいると思うんだけど、どうかな。おー、いいね。くさび石か。あれは速攻で処理するのがね、
ベータ、これ書いてあんじゃん。ここだ。トカゲの予感。そういうことね。やっぱメッセージ大事よ。みんな残してくれるね。俺残さないけど。こっから上はいけませんと。で、そこボスなんだよね。確か。あ、人間性がいつの間にか増えてる。左上。01になってるじゃないですか。0だったのが。これ人間性なんすよね。確か死ぬと普通に。なくなります。あ、ちょっと待って待って待って。そうそうそう。上からね、あれを、弓を撃ってくるやつがいるんで、こいつ処理しとこう。そういうのが大事。で、接近戦になればこいつら、あの、刀持ち出すんで。もうやられる前にやる。よしよしよし。こういうのね、大事だよね、やっぱ。ボス戦でも普通に、一般雑魚兵が出てくる時があるんで。で、これさーっといける。これ大丈夫なはず。ダメージは食らわない。落下ダメージは。で、で、で。あ、いた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 。でもこいつはね、多分ね、登って、登ってね、ここからね、落下攻撃。全然ダメだ。ちょ、待って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 。ひえー。あ、たまにね、こいつ落ちるみたい。いったしだ。これまたここまで来なきゃいけないからね。貪欲な金の蛇の指輪、これ欲しいな。こっからでしょ。またちょっと行くか。戻る間に死ぬからね。あれよっ、ちょっと待って、エストビー作っちゃって、いきなり。まあこの操作ミスがね、普通に起こり得るから、それなくしたいよね。回収できずに死ぬっていうのが一番悲しいからな。もうエストビン1個しかないよ。ここに来るのにだいぶ消耗してしまった。あ、あのソロ回収しよう。まずやっぱあのソロ回収して。おお、リバイタルで上から出てくるんだよね。あ、そうそうそう、上のやつ処理するの忘れた。めんどくさい。登ろう。まずこいつらを排除する。2発かかるかな。で、落下、ほら、どうなった。もうだいぶ減ってんじゃん。半分くらい減ってる。もういったんやろ。もういったん。あいつは来たら駆け抜ける。半分くらいまで来ないとね、あの登った時に落とされるんだよね。よし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 、距離を取って。うわあ、食らった。こうまだダメだったか。ちょっともうこれは普通に、おら、あとゴリ押す。おら、よし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 、倒した。危ね危ね危ね。ビクトリーアチーブド。人間性、機関のコッペン。機関のコッペンは、あれですね。これ、ちょっと回復しよう。これ、役に立つな。意外に回復。聖職者にしてよかった。機関のコッペンは、かがり火のところまで戻るアイテムですね。最後に、ブックマークしたところのかがり火かな。まあ、進んでいきましょう。次のセーブポイントまでちょっと進んでいきましょう。ソウルが5300か。技量ちょっと上げたいね。弓を使える技量まで上げたい。投げナイフでもいいっちゃいいんだけどな。直線的だからね、投げナイフの動きが。あとロックオンしないで撃つとき、ソウルゲット、弓の方がやりやすいんで。え、大丈夫こっち。あれ、どうやって来たっけ。
鍵がかかってる。ここには行けない。これなんか誰かいなかった？あ、こっちか。人がいるね。こいつは一体バケツかぶってるよ。おう、聞こう。どうやら亡者ではないらしいな。アストラのソラール、見ての通り太陽の神の信徒だ。変人だと思ったが、まあその通りだ。気にするな、みんな同じ顔する。うわはは。これ何回か話すんだよね。何回か正面から話す。また声をかけてくれるとは。考えていたことがあるんだ。少し違うものというか。あ、ノリしちゃった。これ取り返しのつくやつと取り返しのつかないやつがあるからね。はい。亡者ばかりのこっちでこうして聞こうとあった。どうだろう、互いが旅の助けにならないか。イエス。じゃあこいつ渡しておこう。白いサイン同席。全くおかしな場所だ。時の流れがよどんで100年以上前の伝説がいると思えば、ひどく不安定でいろんなものがすぐずれ上がる。気候と俺の世界もいつまで重なっているかは分からない。あ、そういうことか。時間のずれを超えて世界のずれ協力ができる。霊として召喚することでズレを渡る。そうしているのは俺たちばかりじゃない。俺は太陽の騎士。召喚スタイルも光り輝く特別性。よく目立つと思うぜ。わはは。もちろんこの場でね、攻撃できます。しないけど。太陽万歳。太陽万歳、みんなそうだね。みんな太陽万歳だね。で、まあ、ある一定のところに行くとこいつを召喚できるんですけど、これ生身じゃないとできないんですよね。まだ俺生身じゃないし。で、左上の02っていうのが人間性で、これなんかね、敵とか倒してるとたまに勝手に人間性をゲットできるんだよね。で、人間性をかかり火で捧げて聖者に戻ると。今亡者なんで。で、ここなんかね、ドラゴンが来るんだよね。ほら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 。ちゃ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 。ひでえ。マジひでえよ、これ。5300回収しなくては。これどっから、またあそこから戻される。確実に戻されるパターンだな。あれ、もうあそこにドラゴンがいるね。ここもう大丈夫。ちょっと待って、回収して、回収して、ちょっとセーブポイントセーブしたいんだよな。6500まで溜まったな。どうすんだっけ。なんかもうひたすらダッシュしてこっちに降りる。こっちに降りてちょっと一回やつら排除して追ってくるから。多分追ってこない。追っては来ないね。あ、追ってきてんね。これ立て構えながらね、強攻撃するとね、突きになる。これ強い。1対1に持ち込んで、もうこれは蹴りで誘発するか。で、突き刺す。え、倒せない。無理やりだな。で、ここはあれ、こっちじゃない。逆側か、逆側。あ、いる。ちょっと一回下に降りよう。ここは戦いづらい。この縦兵がね、ちょっとね、めんどくさいんで、蹴りやって、で、突き刺す。逆、言うっていうより、こっちでいいはずだよな。あのドラゴンね、炎を吐いてきてね、あいつは一掃してくれんだけどな。もうちょっと進まないとダメ。で、そうそうそう、あのね、尻尾をね、攻撃してるとね、なんか強い剣落とすんだよね。かわしてきた。おら、いいね。これ死んだ人がいるな。狙撃地点、そう、こっからね、尻尾を狙撃するんですけど、これあれが足りない。弓を扱うだけの技量がないし、まあ、最悪このアストラの職権でもいいんだよね。せっかく手に入れたやつだし。で、そんなことより俺はセーブポイントが欲しい。セーブポイントが。
あれこの先ってでも軽装備で駆け抜ければなんとかなったかな。ちょっといいやダメだ、戻されるよな死ぬと。駆け抜ける、どうせ一発で死ぬんだったら外して、この一番早い軽装備で駆け抜けよう。ジグザグに、よっちゃー無理かーこいつは無理かー。次のかがり火まで行きたい、次のかがり火まで行きたい。お、俺の魂ここにある、超優しい。ちょっとこいつらをまず排除しよう、ま、蹴りやっても好きだな。行って、どっから来てる。ちょこっちへ逃げ込むか、やっぱり。じゃあれかまず俺の魂を回収したい。ちょ一回ロック外そう、で下へ逃げ込もう。もういいよ、でもうあの尻尾切りたかったんだけどな。おりゃいいね、こいつらもな。ちゃんと広いところで戦わないとめんどくせえことになるからな。こっち側から行く、行けねえし。かがり火までのショートカットはつないでおきたい。こいつなんなのマジで、蹴り落とせる、すげえ危険だよねここ。ほら、おお、危ない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 、ほんと危ないよもうここ。いていていて、こいつはすぐ毒になるからな、なるべく毒にはなりたくない。あ、まだいる、月、月が安全、こういうのは。どのモーションでね、どの攻撃が出るのかっていうのは把握しとかないとね。で上に登ってこう、でも常に盾は構えておいて、浄化不死局に来ちゃったね。ほんとなんかあっち側行きたいんだよ。あとかがり火のショートカットが絶対どっかにあったはず。だってここでし、これさ上行ったら黒騎士がいるんじゃなかったっけ、これ絶対いるよね。いや絶対危険なとこだこれ、ごめん、あの気になると思うけど。うわっびっくりした、こういう時には月で行こう。あれまだ生きてる、こっちさ、わけわかんないやつがいいんだよ、あの変なイノシシみてえなの。ここをね開けたいんだよね。いやちょっと待ってよこれ本当に、こっからまただって結構長いよ。いや絶対ある、かがり火やっぱ探すわ。あ、こっちだね、こっちが普通にあったね。でこれ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 、はしごを落とせばいつも死んでたところに戻ることができますと。よし、じゃレベルアップしよう。ちょっとだいぶソウルが溜まってるからね、技量を12まで上げて弓を使えるようにしよう。でちょっと待って、体力他も何か上げたいっちゃ上げたいね。耐久力か、あれ持久力と耐久力どっち上げればいいんだ。装備重量が上がるのは持久力だね。スタミナが上がるのと同時に、うん上がるね。耐久力は本当にこれ何、防御だけ、毒耐性とかが上がるだけだね。
装備重量50、スタミナね、体力も1上げとく。すげえいっぱい上げられるな。やたらソウル溜まってたんだな。まあ、いや体力12くらいにしとこうか。筋力ね、やっぱりね、いろんな武器を使うのに必要だからね。まあまあ一旦ちょっとこれにしとこう。もう体力とかね、もう正直当たらなければどうということはないんで、やっぱ筋力技量をちょっとメインに振っていこう。であとお金があるから、買い物をしていきたいね。まあとりあえず今日はこんなもんでいいか。というところでね、やっぱマジで死にまくるんで、まあ続きはこの先やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。